一本、ぐさり左巻きの、頭皮の新留トメ葉巻きの不等液タンパク質2本、ぐさり右巻きの、ミールワーム不等液タンパク質 β ヘリックスは、2つ、もしくは3つの平行 β シートが螺旋状になった、タンパク質の二次構造の1つである。この構造は、ヘリックス内の水素結合、タンパク質間相互作用、金属イオンの結合などによって安定化される。 最も単純な構造のベータヘリックスは2層のベータシートをグリシンに富む6残機のループで繋いだものである。ループにはカルシウムイオンを結合するためのアスパラギン酸残機が必ず含まれる。身元サラセン構造は歪んだ三角柱を形成し、それぞれの面はヘリックス内水素結合に対し平行になっている。3つのシートのうち繰り返しモチーフを含む1つは、 日本サラセンを作る他の二つに対して曲がっているように見える。ループでつながった他の二つのシートは任意の長さを持ち別のドメインを持つこともある。右巻きのものにも左巻きのものも特徴的な6残機の繰り返し配列を持っている。身元差構造は日本差構造よりかなり長いことが知られている。ベータヘリックスはペクチンサンリアーゼを構成するものが最初に発見された。 これは7残機で1回転し、1回転あたり34進むものだった。また、P22 ファージは、13残機で1回転し、1回転あたり200進む、ベータヘリックス構造を持つ。この内部には、核がなく密に詰まっていて、素水残機と家電残機が塩橋によって中和されている。ペクチンサンリアーゼも P22 ファージのタンパク質も、右巻きであり、左巻きのものは、 UDPN、アセチルグルコサミンアシルトランスフェラーゼやコサイキンの炭酸脱水酵素などの酵素に見られる。他にベータヘリックス構造を持つタンパク質としては、ミールワームや頭皮のシントメハマキの不凍液タンパク質などが知られ、このタンパク質では、ベータヘリックス中のトレオニンが氷の表面に結合し、結晶の成長を妨げている。ありがとうございます。